5号艇古賀千明選手です。ここまでですねオール3連帯での優勝となりました。準優勝戦はかなり混戦だったんですがいかがでしたか？混戦でした。混戦でしたね競ってみて何かここちょっと気になったなっていうようなところありましたか？そうですね、もうちょっと全体的に欲しい感じです。はい、まだでは納得の足ではないですね。そうですね、ちょっとチルトをマイナスにしていったんで、はい、はい、そうですね、明日もう一回ゼロに戻していきたいです。はい、ちょっと準優勝戦までは合ってなかったような感じでした？そうです、ちょっと足巻きしてるような感じです。はい、なるほど。乗り心地や体感的な部分はいかがでしょうか？乗り心地はいいです。あ、はい、なるほど、はい、そこは変わらずずっと今節いいということですね。はい、また今節2連体率 20% のモーターとなっていますが数字よりは動きはいいですよね。はい、はい、明日の調整作業としては具体的にはプロペラで、はい、はい、またですねスタート準優勝戦コンマ06、はい、トップスタートだったんですがこれはいかがでしたか？ちょっと怖かったです。あ、なるほど、はい、まあ、スタートは今節ダッシュからの方が分かりやすいというような話もありますので、はい、朝は5号艇となりましたので、はい、もうスタートもちょっと、はい、バシッと決めたいと思います。どのぐらい行きたいなというのはありますか？10で、はい、はい、です。それでは明日の優勝戦向け、はい、一言お願いします。優勝できるように頑張ります。応援してください。